池田義造5月8日から2001年8月13日は日本の実業家。兵庫県出身、大英帝国勲章区部。三井物産の社長、会長、日本放送協会の会長を歴任した。神戸に中、旧制第三高等学校を経て1936年に東京帝国大学経済学部卒業。中学から大学まで野球部に所属。 1936年に三井物産に入社し、食料部門を歩む。穀物輸出部長、1954年から1958年、ニューヨーク支店次長、1961年から1963年、台北支店長、1963年から1965年ロンドン、支店長、1965年から1967年取締役ロンドン、 支店長、1967年業務部長、1968年、常務取締役、1971年副社長を経て、1973年社長、1979年会長に就任し、1982年退任。三井物産社長時代は、山下秀明を柱に据えランジャパン、石油化学プロジェクトを積極的に推進したが、 イラン革命やイランイラク戦争などで撤退を余儀なくされた。このことは高杉良のバンダルの党に詳しく書かれている。1988年7月、初の在会出身者として NHK 会長に就任したが、わずか9ヶ月で辞任した。池田が会長に就任した当時はすでに77歳。当時特殊法人の役員は原則65歳。 特別の場合でも70歳までという閣議決定があった。そのため曲折があったが政治的決着で池田が会長に就任した経緯がある。しかし NHK 会長としての職務が務まる能力は全くなかった。1988年12月14日には衆議院定審委員会に出席した時には国会議員からの質問に対しいきなり英語で話し始めたり、 また、日本語での答弁も、尻滅裂でまともに応答が成立しないような状態であった。1989年1月4日、池田は NHK 職員に対しての新年の挨拶を行った。このような挨拶では、通常、秘書室が用意した原稿をそのまま読むことが慣例であるが、池田は原稿を無視し自分で話を始めた。大阪放送局を間違えて、 AK と言ったり、潜水艦など潮の衝突事故があった場所を、瀬戸内海と間違えたりする始末であった。通常、この挨拶は開放に掲載されるが、実際に開放に載せられた挨拶は、事務方が書いたとおぼしい内容に差し替えられていたほどだった。1989年3月、ついに国会の場で会長には、 不適任とされ退陣を求められることになった。だが、池田自身は辞める気は全くなかった。しかし、経営委員長らの工作によって3月31日に不本意ながら辞表を出した。そして4月4日をもって NHK を去った。ありがとうございます。